ちょうどねこう個人的にはこういったそのペダルの位置がですねすごいこう操作しやすくてヒール&トゥーとかもすごいしやすいんですよね。ここはですね、このミッションはですねやっぱこのルポ GTI の独特のですねこうすごくこうカチッカチッというですね決まりやすい感じになってますね。ホットハッチとしての面白さっていうのをですね遺憾なく発揮していけるような感じです。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はルポ GTI のご紹介をしていきたいと思います。はい、ルポ GTI のご紹介ということでこの1年ぐらいでですねこのルポ GTI は多分 3,4 台ご紹介も、まあ、紹介自体は3台目ですかね。赤と黒と、今回また赤という形になると思うんですけど、ルポをですね結構たくさん見てきたことによっていろいろこう見えてくるものがあるんですけどこの赤のですねこの塗面が非常にこの綺麗で、こういうその年式がある程度立っている、こういうホットハッチを手に入れるという時にですね確かにその乗って楽しいっていうこともあるんですけどただ内外装がこう気持ちよく乗れるかどうかっていうのはその車を乗っていく上でのモチベーションに大きく関係すると思うんですよね。まあ、そのあたりでですねまず塗面が非常に綺麗だっていうのは大きなポイントではないかなというふうに思います。実は先日ご紹介させていただいた、黒のですね GTI は当時ですね、まあ、走行距離も結構十数万キロぐらい走ってる車で、まあ、オークションでですね安く購入をして、まあ、そこからですね塗装をしていったりライトを磨いたり内装のベタベタを取ったりいろいろやりました。で仕上げていったという経緯があったんですけどこの車に関してはですね全体的にある程度仕上がっているというか車としてですねこのまま乗っても全く問題ないような状態ということを言って差し支えないかなというふうに思います。であえて気になるところを言うとですね、これ映像でも多分ちょっとわかると思うんですけどやっぱりここが曇るんですよね。でこれは、まあ、前の黒の時もですね、ここを磨いて、きれいにしたという経緯があったんですけど、まあ、それでもですね長年かけてやっていくとこの交換に勝るものってやっぱなかなかないんですよね。できたら交換すると一番いいかなとは思います。特にそのルポ GTI 自体がもうそうですね街中でも見かけることがほとんどない車だと思うんですよね。でピカッと綺麗にしてあってライトまで綺麗にしてあるとですねおそらくねこの車って何なのかってわからないような感じの独特の存在感を出してくれるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういったところをですねポイントとしてまずは弊社としてもまずここはもう磨きでやってみてどうしてもできない場合は交換も含めてですね社外品とかでいいのがあるといいんですけどするとこう見違えるかなというふうに思いますね。まあ、女性のアイメイクと一緒ですね。ここら辺をきれいにすることによってかなりイメージが変わると思います。あとはですねこれはきれいな方なんですけどここのですね、グリルの部分これをですね、黒に塗装するとイメージがですねガッと変わりますね。多分やるとしたらもうここ4箇所のですね取って、塗装をするということによって、イメージが一新するかなというふうに思いますね。あとですね、これもうルポ GTI を何台も見てるから分かるんですけどここですね分かりますかね。これちょっと取れてるじゃないですか。ここ少しずれてるの分かりますかね。これはですねここの爪の部分っていうのが多分ちょっと取れててでこうなってしまってるんですけどこれはですねちょっと簡単にここの下でくっつけてもまた元に戻るんですよね。で私個人としてはそんなに気にならないんですけど前赤のですね GTI を買われた方はなんとですねこのぐらいだったんですけどバンパー変えましたね新品に。まあ、それでここの部分をクリアにするということをやられたんですけど私はそこまでする必要はないかなというふうに思いはします。であとはですね
ホイールが、まあ、純正のホイールになってまして、タイヤはですね、目は結構ありますね、6ビヤマぐらいあります。でタイヤは東洋タイヤのタイヤを履いている感じなんですけど、少しですね、中にこのスペーサーが入っているような感じですね、まあ、それによってこう横から見てあのギリギリの線でですね、車幅っていうのが、調整されているというような印象ですね。だからタイヤもこれすぐに変える必要はないかなというふうに思いますね。で傷らしい傷がないんですよね、本当に綺麗ですよ。で塗面もですね、本当にそのこれはですね、同じ赤でも BMW とか、まあ、そういったものと比較しても非常に塗面自体がですね、こう強いんじゃないかなと思うんですよね。あの変にこう剥げたりしないというところがあるかなと思います。まあ、こういったですね、ステッカーとかも、まあ、よくあるあるでこの辺がですねぐちゃぐちゃになったりとかってあるんですけど、やっぱりパッと見てなんとなくイメージ的になんか気持ちよくないというかあると思うんですよね。まあ、そのあたりもこう割と綺麗に保ってるっていうのはあの嬉しいポイントではないかなと思いますね。はい、ですね、センター出しのこれマフラーになってるんですけど、これはですねあのオークションの表記にはなかったんですけど、おそらくこれは社外品のマフラーではないかなと思いますね。あの排気音とかがやっぱりちょっと違う感じですね。特に横にねパワークラフトとかなんとかって書いてるわけではないんですけれども、これ純正じゃないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、運転席側の方ですね、見ていきたいと思います。ここから見るとですね、ライトの曇りの話をしたんですけど、このぐらいだったらいいですよね。ここは綺麗ですもんね。だからこのぐらいの感じでこのライトが仕上がると最高ですよね。で見ていきたいと思います。これもね、ガリ傷もなくて、私は個人的にはこれ純正でいいんじゃないかなと思いますね。前は OZ のホイールかなんかを白で履いていて、すごくこうかっこよく仕上がっていたところがあるんですけど、白の OZ を履かせるとですね、ある意味では中もですね、いろいろとそのスポーティーに仕上げていきたくなるというところがあるかなと思うので、まあ、このぐらいの感じでですね、赤のキャリパーとかが中に あったりするんで、まあ、これだけでですね、十分こうスポーティーさとかそういったものの表現っていうのはできるのかなというふうに思いますね。本当に塗装も本当こちら側でもマイナス点って全然ないですね。非常に綺麗です。横から見ると、ああなるほど、ここですね、この辺がですね、あの少しあのなんていうかね、波打ってるというか、こっちから見たらわからないですよ全然。で横からですねこう見ると初めてわかるという感じですね。だからカメラこっちから撮ってみてどうですか。こうどうですかね、こっちから見てこれわかります、この辺とかですね。ただこれをですね、まあ1枚変えるとかやるとですね、結構難しいのが、塗装が綺麗だとはいえ赤ってですね、あの色合わせが非常に難しいというところがあるんですよね。よく街中とかで見たことがないでしょうか、こう前と横となんか赤だけど色がちぐはぐになってるピンクみたいな車とかですね、あの割とあると思うんですけど、これ1枚変えてですね、全く色焼けをしない純正色の赤で塗ってしまうと、もうここだけが浮いてしまうような感じになります。ですから私が個人でこの車を乗るんだったら、ここは何もしないと思いますね。それよりもライトを変えてみたりとか、まあ、そういったところにまあコストをかけるかなと、あとナビ変えてみたりとかですね、まあ、そういったところにコストをかけるかなというふうな感じですかね。内装を見ていきたいと思います。内装がですね、このシートカバーをつけている状態になってますね。でこのシートカバーですね、特別外してないんですけれども、まあシートはですね、この車の場合は、ファグリップシート、ファブリックシートになってますので、だいたい焼けてるケースが多いんですよね。ですけど、まあ、こういったですねシートカバーをしていることによって、
気持ちよく乗っていただけるような車内空間になってますね。あとはですね、これカロの、あのシートのこのマットをですね使ってるんですけど、ここの上にですね、汚れないようにさらにマットを敷いてるというふうになってます。これはですね、やっぱ車を大事にする人しかこういうふうにしないと思うんですよね。まあ、そのあたりで前のオーナーの気遣いとか愛情っていうのをこう感じるようなところがありますね。で、乗ってみたいと思います。私もいろいろですね、GTI を見てるので、この車がどういう状態なのかっていうのがもう本当によくわかるんですけど、あのこの辺りとかですね、あの結構色褪せをしてたりとか、あとはこのシフトブーツがバリバリに割れてたりと破けてたりとか、この辺りがですね剥げてたりとかっていうのが、あの普通にあるんですよね、一般的に。で、その辺りがですね、このシフトブーツもあの割と綺麗な状態に保ってますし、ハンドルのハゲとかもないという感じになってます。この辺のベタつきとかですね、そういったものもなくて、あとねこの辺とかもですね、まあものすごく綺麗な状態とは言えないんですけれども、もっともっと汚いですもんね。あとこの辺とかがですねちょっと浮いてるんですよ。もう必ずと言っていいほど浮いてます、この辺が。で、なんかこうベロベロになってると。あとですね、上のこのライナーですね、これよくうちでも張り替えますけど、これもですねおそらく張り替えをしていると思いますね。あのそれぐらいだいたい落ちてたり汚くなってるケースが多いです。まあ、それもあのこの車の一つのセールスポイントになるかなと思いますね。で、エンジンをかけてみたいと思いますね。で、年式もある程度経ってるところもあるんで、エアコンがどうかなっていうことを心配されると思うんですけど、エアコンのですね効きはあのすごくいいですね。あのこれからの夏のシーズンでもあの気持ちよくこう過ごしていただけるようなあのエアコンの効きっていうのがあります。で、このですね HDD ナビが、これがですねあのちょっと残念かなというふうに思いますね。で、この 2D のナビでですね、今スマートフォンと連動させるものがあるんですよね。で、ナビそのものがソフトが入っているというメモリーではなくて、基本的にはその Bluetooth とか、あとその中のですね線でこのスマートフォンとつなげることによって、この携帯の画面をこちらで使うというような感じのものっていうのもあります。まあ、そうすることによって地図がですね古くなるということも防げることもありますし、割とそっちの方が実用性が高いんじゃないかなというふうに思いますね。もしくはもう、メモリーナビのですね 2D のナビを入れてあげることで、全くその印象が変わるかなと思います。これちょっとね、ちょっとこの辺が、まあ、悪くないんですけどね、 HDD でこれ DVD とか見れるのかな、ディスク、これ DVD はこれ見れなさそうですね。なんで一応 CD が入って、で CD を入れると中に音楽が中に入るという感じなんですけど、今ってそのスマートフォンの中の音楽をわざわざこの中に入れてとかっていうとあんまりしないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それよりスマートフォンをいつでも見れるようにすると。私の場合はですね、社内で結構 YouTube を見る機会が多いです。まあ、それは仕事で、あの自分のところの YouTube のチェックをするっていうのもありますし、あとはその音楽とかですね、まあ、そういったものを YouTube で聞く。で、先ほどのですねこの 2D のやつはあの配線することによってですね、あの YouTube の映像もここで見ることができるんですよね。で、スピーカーから音を聞くことができるというふうにできますので、しかも中に地図が入っているとかハードディスクを入れることがないので、割と値段も安いんですよね。まあ、そういったものを中に入れると今時かなというふうに思います。まあ、そうすることでですね、車の快適性能を、まあ、このなんですかね、このぐらいの年式の車でここはなんか最新みたいな、なんかいい感じのミスマッチっていうのがあるかなというふうに思いますね。カップホルダーがですねここ2つついてまして、これはですね大きな、
ペットボトルはどうですかね、ちょっと厳しいかもしれませんね。缶コーヒーとかだといい感じですけどね。ここもですね、わかりますかね、少しあのなんかクッションみたいなところにつけてるんですよね。そうすることでおそらくここに、ジュースを入れた時のなんかその振動とかそういった音を防ぐということをやってたのかなということで、そういう気遣いも感じますね。とですね、こういったそのミラーの上下とかこちらとかですね、この上下とか、この左も右もですね、作動は確認ができております。だから基本性能としてはですね、非常にこういい感じですね。今走行がまあ7万キロ台ということで、割とねさっきも話したんですけど10万キロを超えてる車が多いんですよね。普通にナンバーを更新して乗ってる車は日常に使ってるケースが多いんで、当然その平成16年式とか17年式とかだと今から十数年前になりますから、毎日のように乗ってると当然普通に10万キロとか15万キロ走ると思うんですよね。だからそういった車が多い中で割とその距離は少ない方ではないかなというふうに思います。はい、リアの方見ていきたいと思います。リアがですね、分かりますかね、こう前がボコッと上がってですね、前がべったりこういうふうにあの上がってくれるんですよね。で後ろに乗るのが非常に乗りやすいです、この小ささで。で運転席が普通に運転できる感じでやってると、この小ささですけど全然乗れますね、4人で。さっきレンジローバー乗りましたけど、極端なところでレンジローバーとそんなに変わらない感じですかね。後ろ全然乗れます、まあ、乗って、まあ、1、2時間のドライブぐらいだったら違和感なく乗れるかなと思いますね。もうこう LCC の座席ぐらいの感じですかね、ちょっとこの感じが、まあ、そのぐらいなんで、まあ、福岡東京間はですねやっぱ2時間ちょっとかかりますから、まあ、そのぐらいで、移動っていうのも全然可能かなというふうに思いますね。で降りるときには非常にその後部座席の人にも優しい感じですね、どうぞって感じですよね。このシートベルトがですね、GTI はこれ赤なんですよね。これもすごくこうスペシャリティモデルっていうのがですね、感じていただける一つの特徴かなと思います。トランクスペースを見ていきたいと思います。まあ、トランクスペースはですね、まあ想像できるところでしょうけど狭いですね。ただですね、この辺にも気遣いがやっぱりあって、フォルクスワーゲンのですね、なんかこうマットが引いてますね。こんなマットをしてあるの初めて見ました。後ろもなんかポケットみたいなものがあのこのシートのところにあるので、こう後ろもですねこうやってちょっとした収納スペースみたいなものもあります。はい、エンジンルームをですね見ていきたいと思います。これはまたなんかいい感じですね。プラグコードを社外品のものに変えてありますね。まあ、これだけで全くちょっとイメージ違いますね。あとはエアクリーナーをこう社外品のものに変えてるっていう感じですね。でこの辺りもなんかこうちょっとカスタマイズ的な感じになっていて、これはちょっと動画の試乗が楽しみですね。どういったフィーリングなのかっていうのも、ぜひね、動画でもお伝えしたいなというふうに、試乗動画でですねお伝えしたいなというふうに思います。まあ中もですね、本当にそのエンジンルームそのものもある程度こういったところにあの見せるエンジンルームというかいうところもあるんで、あのすごく大事にされてたのかなというのが伝わってきますね。あとここの方もですね見ていきますと、オイルのですね交換等もこういうふうにですね、走行距離とかであのきちんと管理をされていたというのもあのすごくあのいいポイントではないかなというふうに思いますね。はい、それではですね走らせていきたいと思います。まずですね、このルポ GTI の、まあ、ノーマルのですね、何台か車を今までも取り扱いをしてるんですけど、こうちょっと違うなと思うのは、これ社外品のこのエアクリーナーが入っていたりとかですね、タワーバーが後ろに入っていたりとか、あとプラグコードが社外品のものが入っていたりとかっていうのが、まあ、主なあのちょっとしたこう
カスタマイズということになるんですけど、あとちょっとスペーサーも入ってたというところがありますね。でこう乗った感じですね、少しのぶとい感じのイメージになってるかなと思いますね。線の細さがちょっと感じられないようなところというかいう感じです。あとはですね、このミッションはですね、やっぱこのルポ GTI の独特のですね、もうすごくこうカチッカチッというですね、この決まりやすい感じになってますね。ホットハッチとしての面白さっていうのをですね、こう遺憾なく発揮していけるような感じです。ちょっとねペースを上げて走ってみたいと思いますね。で踏むとちょっとこうエンジン音がいい感じですよね。こうこのシフトダウンからの小気味よさがありますね。下りをですね、ちょっとペースを上げて走ってみたいと思います。こういうねちょっと小さめの峠道とかっていうのはもうこの車の天下っていう感じですね。足回りもすごいしっかりしてるんで、この下りとかでもですね、あのすごくキビキビと走ってくれますね。ちょうどいい大きさですよね。この車のためにあるような感じですね。ちょうどねこう個人的にはこういったそのペダルの位置がですねすごいこう操作しやすくて、ヒール&トゥーとかもすごいしやすいんですよね。ちょっとあそこ、ね、キビ走っていいですね。やっぱこういう体験を買うっていうところでしょうけどね、こういう車は。もちろん外装とかね内装の綺麗さもこの車の特筆すべき点ではあるんですけど、やっぱりこういう体験っていうのをこの車を手に入れることによって得られるっていうのが一つの醍醐味ですよね。はい、いかがだったでしょうか。このルポ GTI なんですけど、私自身がですねルポ GTI を初めて乗ったのはですね、板金屋さんのですね台車で貸してもらったのが一番最初だったんですよね。なんかその変わったマニュアルでいいですかみたいな感じでですね、最初乗らせていただいて、まあ、それからですねもうシフトのこのカチッカチッとする感じ、あとこのコンパクトさで乗ってて楽しいっていうことで、後ろがですね割と広かったり使いやすいっていうこと、まあ、そういうものをですね、いろいろと知ることによってルポ GTI すごい面白いなというふうにですね、感じたのが一番最初のきっかけでした。まあ、それからですね多分 5,6 台の販売までさせていただいたんですけど、おおむねですねルポ GTI っていうのをすごく往年のファンというかそういった方が、割と多くいらっしゃいます。でこの車に関してもですね、まあ、実はもうすでにですねこういう車が入ってきますよってお話をさせていただいているお客様がいらっしゃって、いろいろですねこの車がこうでこういうふうになってますみたいなお話をさせていただいていく中で、よく知っていますというふうにおっしゃってて、なんでですかって言ったらこの赤の GTI を実は数台前にですね、今まで乗ったことがあると。
もう一回乗りたいっていうふうに言われてるということがありました。まあ、それぐらいですね、非常にいい車なんだなっていうことが、すごくその言動からも、まあ、確信に伝わっていくっていうね、つながってくるっていうのが個人的にはありました。特にですね、綺麗な個体っていうのはそんなに多くないというところがあります。で、特に安い車を探していけば結構あるんですよね。で、まあ、この動画等でもですね、いろいろ探していくとあると思うんですけど、どうしてもですね、車そのものを今から綺麗にしますっていうと時間もかかりますし、コストもかかっていきます。そのコストをかけるだけ高い金額で買っていただけるかっていうと、なかなか中古車で広告から流入してくるお客様にそれを提案するっていうのは容易ではないんですよね。まず問い合わせに至らないっていうことがあると思いますね。当然そのいいものを安くっていうのは、これはもう全員誰もがみんな思うわけです。だから、こういったですね、動画っていうのはすごく新しいこう一つの選択の基準っていうのをこう出してくるのかなというふうに思っておりまして、こういったところから少しのですね、異音であったりとか気になるところとかいうのがこう伝わっていく部分っていうのがあると思うんですね。まあ、そういったですね、ところから、ご検討をですね、こうしていただければいいかなというふうに思います。探していけばですね、本当に近所にこの車がありますっていうのはなかなかないと思うんですよね。まあ、全国で見ていたときに、まあ、遠方ででもね、見に行けないっていうのはちょっとこう不安じゃないですか。まあ、そういったところをこの動画で、少しでもですね、穴を埋めさせていただいて、検討の材料にしていただければいいかなというふうに思います。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。